勝9レーススタートしました。セロハンドスタート、誰が行くのか、真ん中山田が行くのか、外から3番のトネルが行った、1番の小原3番手スタートになってしまいました。4番まだその後ろ、7番の佐藤裕二がスタートを決める。6番松山6番手、その内側狙って8番の沖、最後方遅れて5番の影山真です。先頭主導権3番の田辺が行きました。2番手が山田通る、1番の小原ここから巻き返せるか。その小原の直後に4番の和田健吾、8番の大木光が7番の佐藤を捉えた。さあ大木も5番手へと序盤戦で上がりました。7番の佐藤がちょっとがぶったか。6番の松山最後方に交代。さあ前の争いは3番の田辺に、2番の山田が食らいつく形となっています。1番の小原3番手、その後ろからやはり上がってきたのは8番の大木、ただ一人一走タイムは一走 3.3 秒台。大木が4番手上がってきた。さあ前の争いは、おお、まくったまくった、山田トールのまくりが決まった。3番の田辺を一伸び、2番の山田トールが先頭、田辺が2番手交代、小原が3番手、小原もまだ足は余っているか。その内側から大木が並んできた。大木が1番の小原をここで捉えて3番手へと上がりました。さあ大木もユース圏内に上昇であります。前の2人のインコースえぐるえぐる、8番の大木、大木が3番田辺を捉える。一気に山田も捉えて先頭だ。8番の大木光が軽犯勢を撫で切りにしました。一気に先頭、2番手が山田、3番手が田辺、そして4番の和田健吾4番手、1番の小原は下がってしまった。現在5、6番手、8番の大木光その出来の良さで抜け出しました。2番手が山田トールであります。山田の後ろは依然接戦、3番の田辺と4番の和田が競り合っているが、3番田辺が3番手をキープして最後にもう一度2番の山田に襲いかかろうとしている。2番手は最後接戦か。8番の大木光が監督の勝利。2番手最後並んだ。2つ目の準決勝10レーススタートしました。やはりゼロ番吉田浩二が行った、3番石井が行く、金子が遅れてそこを篠崎が捉えました。篠崎実がスタートで2番の金子を捉えて3番手へと上がっています。そして20戦からは5番の高橋が行く、そして佐藤孝也も速攻です。さすがの速攻が決まった佐藤孝也、ここ1番決めていった。5番手へと上がる。さらにその後ろに池田がいて、最後方黒岩明2周目に入りました。やはり吉田浩二の引っ張りになりました。3番の石井2番手、この2人が後続を離している。篠崎を序盤戦で佐藤孝也が捉えました。3番手へと上がる。 3,4 コーナー4番篠崎がその後に交代し、5番の高橋も全て上がっていく。池田は現在6番手、その後ろに金子が下がっている6番の黒岩明が最後方、1番の吉田浩二が依然先頭、3番の石井大輔はなかなか追っていくことができない状況、8番佐藤孝也3番手、1番吉田浩二これは軽快な逃げを打っています。かなりのリードを奪いました1番吉田浩二。残り3周で2番手と佐藤孝也が上がった。唯一圏へと上がったのは8番の佐藤孝也、3番石井3番手交代、その後ろに5番の高橋義弘、さらには池田が5番手へと上がってきた。4番の篠崎はその後になりました。さあ1番の吉田浩二逃げ切りまであるのか。残り2周回、8番の佐藤が懸命で追っていきますが、まだ車間は十分。1番の吉田浩二が逃げている。8番佐藤孝也2番手、3番手が3者混戦となっているが、5番の高橋優生、そこに池田が絡まんとしている。さあ完全に有志圏の2人は抜け出しました。吉田浩二先頭、ブルーフラッグ残り1周回、8番の佐藤孝也が最後はだいぶ車間を縮めてくるが、1番の吉田浩二が逃げている。吉田浩二先頭、8番佐藤孝也、残るコーナーと1つ2つというところでかわされるかどうか。3番手には池田が上がってきた。1番の吉田か、それとも佐藤孝也か、通り。3つ目の準決勝11レーススタートしました。セロハンドスタート、岩田がスタート残しました。深澤は行けず枠なりスタート。その後ろは4番の山際がスタートで、3番森本を叩いて先行しています。4番山際が前に出ましたか。3番森本逆襲なるかですが、ここはいけない。6番の森谷がアウトコースから、5番の岩田が引きましたか。それでもインコース入ってくる。8番の中村7番手上がって前を伺います。6番手まで上がったか。最後方が山田達也の格好、1番の君枝スタート残した。ここで3番森本が滑ったか。4番山際が再度前に出る。5番の岩田博美をその内側狙っていく。8番中村現在6番手になっています。3番手以下が混雑状態になって、残り4周回、君枝のペースになる。深澤が懸命についていく。前の2人ゼロハン両者の引っ張りはなかなか良さそうか。3番手以下混戦、5
5番の岩田が山際を捉えた。間から中村が4番手へと上がっていく。中村現在4番手、この距離感中村を早めに行きたいところか。現在4番手、残り3周回。ここで深澤が君穴のインコースへと入っていきました。深澤隆が先頭、もう1回君穴が差し返せるかですが、いかない。さあ中村3番手上がってきた。岩田がその後ろ、7番の山田達也、ようやく5番手上がりました。さあ前の2人に中村正人が計算通りが迫ってまいりまして、残りは2周回。深澤隆が先頭、連勝と勢いがあります。ベテラン深澤が先頭だ。君穴が2番手つける。そして中村がここできっちりと2番手と上がってまいりました。これで人気両者が先頭2番手、君穴頑張っていましたが3番手交代し、残り1周回ブルーフラッグ。最後は計算通りに先頭まで到達するか。中村雅人外から襲いかかっていく。深澤が粘る。3連勝でのファイナルなるか深澤隆。さあ中村どうする。最後は外から来るか。外から来た中村、インコース深澤並んできた。深澤か中村か。さて、今日ですね、平成30年の7月豪雨災害の義援金の募金活動が行われたということでね、皆様本当にご協力ありがとうございました。ありがとうございました。参加した選手はですね、はい、若井智和選手、うん、森選手、そして永井大輔選手ということなんですけれども、うん、はい、もう本当開門時から皆さんに来ていただきました。選手はね、今怪我をしているんですけれども、うん、ギプスをはめての参加ということだったんですよね。若井選手が呼びかけてね、はい、そうですね、はい、皆様たくさんのご協力ありがとうございました、うん、本日募金にご協力いただきまして誠にありがとうございます。明日もですね、開門時に募金活動いたしますので、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。次回キューポラカップでもチャリティーグッズ販売を選手会として行いますので、ぜひ皆さんご参加ご協力よろしくお願いします。はい、若林部長からお話もありましたが、はい、うん、明日もこちらの義援金活動の方させていただく予定です、はい、明日は若井智和選手、さらには篠崎実選手、山際慎介選手、青木春親選手が、正門で、開門時10分ほど参加する予定ということです、はい、皆様明日も温かいご協力をどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。なお次回祭は川口町とキューポラ杯ですが、その時もそういった活動をさせていただきます。チャリティーグッズ販売が開催の4日目にあります、はい、開催の4日目、28日です。2レース発売中、オートミュージアム付近でチャリティーグッズ販売を行います。今回こちらで集まりました売り上げは、西日本豪雨災害の義援金として被災地へ寄付させていただきます。皆様チャリティーですので、こちらの方ご協力をお願いいたします。いつもユニークなグッズをね、たくさん作ってくださる選手会なんですけれども、はい、今回もお借りしてまいりました。はい、はい、まずこちらがですね、まあ、これ全てではないんですけれども、福袋の中にいずれかが入っています。開運箸ということで、いろいろね、今は見えないと思いますけれども、この辺りにね、オートレースにまつわる言葉が書いてあって、書いてありますね。ちょい差しとか、はい、クランク交換ですとか、ぶっちぎり爆裂スタートっていうのがね、入ってますので、この5本のうちのいずれかが入った福袋、その中には実はこういった8面サイコロも入ってるんですよ。これ場内で悩んだ時にはぜひ転がして、見てみてください、はい、開運箸と8面サイコロ、さらには川口場内で使える売店のですね、食券ですね、そちらと色紙、はい、3レース発売中にはチャリティーサイン会も用意していますので、その時に使える色紙も入っています、はい、もちろん食堂ではこちらのお箸を使ってください、うん、そうですね。そして今回ですね、はい、トートバッグとクッション、うん、前回大変好評だったものの色違い、そしてサイズ違いということで新たにリメイクしたものなんですが、可愛いでしょう、これバイクのデザインいいんですけど、はい、またこれ色が渋い色です ね今回はいいですね、本当にブラウンのこちら、はい、どんなファッションにも邪魔しないという形、うん、このクッションは1つ700円ということで25個販売、はい、トートバッグは1つ1000円で25個の販売ということです、はい、先ほどお伝えしたそのお箸を含めてですね、うん、袋に入ったもので2000円で売らせていただきます。35個の、はい、
ただいまをもちまして12レースは投票締め切りとなりました。ありがとうございました。なお公式電話投票並びにアイネット投票は締め切り1分前です。いただきました応援メッセージです。金子大輔選手へです。明日の優勝戦に進んでください、応援していますと大阪康清さんからいただきました。続きまして柴山選手へです。スタート切って逃げ切り、明日の優勝戦乗って頑張ってとメッセージいただきました。急いで打っていただいたんでしょうか、お名前書いてありませんでした。次回はぜひお名前もお願いいたします。そしてこちらは掛川選手へです。走路よりも熱いレースで待ってくださいと桜と海馬のパパさんからいただきました。続きましてもう一通金子大輔選手へです。今日は準決勝戦、明日の優勝戦目指して今日も一着ゴール頑張ってねとみゆ DSK さんからいただきました。皆様たくさんのメッセージありがとうございました。そしてこの時間で12レースすべての投票は締め切りとなりました。今日もたくさんのご投票ありがとうございました。ありがとうございました。いやメッセージの中のソウルよりも熱いレースというのいいですね、本当ですね、期待しましょう。さあ4つ目の準決勝戦12レースとなります。2号車中山選手一番人気です。12レース実況でお楽しみください。連日の猛暑となっています。今日も走路温度は60度近くまで上がりました。最後の準決勝戦12レースを迎えています。残された椅子はあと2つ、0と20のハンデ構成です。0班2人、柴山信之と中山徹、10メートルが牧野貴弘、20戦には5選手、掛川和人、鈴木清、岩下センター、加賀谷武明、金子大輔です。京阪勢が上位人気、連勝中の中山徹、このチャンスを生かしたいところです。中山の相手3番の牧野、1番の柴山と、いずれも京阪勢が上位人気。発走でございます。金子の追い上げはあるのか。3秒を切ります。最後の準決勝12レース、スタートはカランプ。適正発想がありました。20戦ではオレンジ色の勝負服がかなりの出を見せていましたが、7番車でした。お客様にお知らせいたします。7番車のフライングのため再発送いたします。再発送までしばらくお待ちください。地元開催連続輸出を目指した加賀谷武明、フライングとなってしまいました。この時点で勝ち上がりの権利を失ってしまった加賀谷、試走タイム今日は3球、金子とともに4番時計タイ。残念ながら加賀谷は失権となります。この重犯勢加賀谷金子あたりを一走タイムで上回ってきたのが、同伴にいる岩下、そして10戦の牧野、さらには0班の中山、この3人が3-8のタイムを出してきています。前の方でも速いタイムが出ているだけに、少しでもスタートというところだったか加賀谷、フライングで再発走、2度目のスタートとなる最後の準決勝戦です。再度の5秒前、3秒を切りました。最後の準決勝12レース、スタートしました。今度は決まりました。
ゼロ班のスタート柴山、中山、中山もスタート悪くありませんでした。早くもアウトコースから1番の柴山に襲いかかっていく中山でありますが、柴山が突っ張っていった。3番手3番牧野、4番手4番掛川です。今日は金子早めの攻め、金子が早めに来る。現在金子5番手から4番手の一戦であります。その後5番の鈴木義が続いています。レースは2周目、まず逃げるのは柴山、2番手中山がどこで仕掛けるか、3番手が牧野、牧野の気配も上々であります。前の3人がペースをつかんだか、4番掛川4番手、金子現在5番手、掛川の後ろにつけて切り返しの体勢か。その後ろアウトコースが掛谷、内側に鈴木、6番いました。最後方残り4周切りました。中山がなかなか柴山を攻略できない状況になっています。3番の牧野がさあ唯一圏目指して、中山のインコースを狙ってくるか。3コーナー、それでも2番の中山が我慢しています。前の2人が壁を作る。3番牧野が3番手、攻略の糸口を見出せるかどうか。3番手が4番手が掛川となっています。8番金子速攻決めたんですが、まだ5番手変わりません。前の2人ほぼ並んできた。外から中山がまくっていく、まくっていく。このまくりが決まるのか。柴山を抵抗しているほぼサイドバイサイド並んでいる状況。牧野にワンチャンスがあるか。残り2周、ここでついに中山まくった。牧野が刺した。2番手と牧野が上がって、柴山一気に3番手交代。上位の体勢がガラッと変わりました。4番掛川4番手、金子は伸び上がれています。5番手で足が止まっている。前は体勢固まったか。ブルーフラッグ残り1周、さあ中山通る。3連勝、完全 V が見えてきた。完全 V に王手をかけるか。2番手が牧野、3番手が柴山の格好となった。どうやら体勢固まった。最後は牧野を離しました。2番の中山通る先頭、前場所からこれで4連勝ゴール。完全 V に王手をかけました。前回からハンデが軽くなった中山徹、それに伴い着取りも上昇していますが、今回は負け知らずで明日の優勝戦ということになりそうです。2番手が牧野、3番手柴山残して、結局は前残り。最終レースはどうやら一番人気の決着となったようです。投票権確定までは大切にお持ちください。以上、実況でお送りしました。中山選手、自身初の完全 V がかかるという一戦に明日はなりそうです。中山選手と牧野選手、このまま何もなければ優勝ということになります。ここは人気サイトで決まった形になりましたかね、まあ、決まったというか確定になればですけれども、 2,3,1 の順で入選しております。第12レースの確定をお知らせいたします。1着2番2着、3番、3着、1番、以上でございました。12レースの確定です。12レースは1着2番中山徹、2着3番牧野貴博、3着1番柴山信行でした。1着になりました中山選手、競争タイムは 3.474、3.474、通算122勝目を挙げています。3連勝です。おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝単式2番3番390円、1番人気。2連勝複式2と3の首270円、1番人気。3連勝単式2番3番1番1050円、1番人気。3連勝複式は1と2と3の組410円、2番人気でした。その他の結果はご覧の通りです。では12レースを振り返りましょう。結局前が残る形となりましたね。まずスタートですが、ゼロ班は枠なりで出ていきます。まあ、ただ中野選手も悪くなかったですね。もうちょっとね、遅れたんですかね。はい、3番手牧野選手が行って、金子選手もこれ結構早めに来ているんですね。早めに来てこれならね、前捕まえられるかなって感じでしたけどね。どうかなというところでしたが、今日の出来という部分ですかね。ちょっと思想通りね、ちょっと足んない感じですね。思想もやや劣勢でしたのでね、本番の動きでも出たかなという感じでしょうかね。そして前のペースですが、柴山選手、柴山選手もでもこれ頑張ってましたよね。そうですね、はい、入られかけながら腰を太くね、はい、抑えてましたけど ね、まあ、ペースも悪くなかったですね。そうですか。で、中山選手もこれね、はい、いろいろ攻めようという姿勢を見せるんですが、
これ牧野選手もワンチャンスをというところに、はい、言いましたけどね、控えてますからね、はい、そして中山選手も外外ね狙ってましたから、牧野選手もうちょっとついていければ、はい、インコースからね、うん、2試合に一気にと、いけたんですよね。ここでついに一気にまくりましたね。牧野選手としても前が重なっていましたので、はい、こういった前の動きを待っていたところも、ねね、あったかもしれないですね、はい、これで先頭2番手2人が抜け出しました、はい、まあ柿川選手もね、いいとこまで来たんですよ ね、来てますけども、まあ、大体足が同じ感じに、そうですね、ちょっと滑ったりもしてましたからね、うん、これで中山選手は完全優勝に王手ということになりました、はい、今年初めての優勝戦、優出が昨年の4月以来というのがちょっと意外でしたけど ね、あ、そうなんですか、はい、久しぶりの優出のようですね、はい、さあいよいよ明日は優勝戦ですね、ここでそのメンバーをご覧いただきましょう。1号車吉田浩二ハンデゼロ、2号車深澤隆ハンデゼロ、3号車中山失礼しました3号車山田徹ハンデゼロ、4号車中山徹ハンデゼロ、5号車牧野貴弘ハンデ10、6号車大木からハンデ20、7号車中村雅人ハンデ20、8号車佐藤隆也ハンデ20です。はい、板橋さん、はい、現時点でのこの優勝戦ですね、どうご覧になりますか。そうですね、はい、勢いとしてはね、4号車中山選手がね、4連勝で完全優勝できるかなって感じもありますけどね、そうですね、はい、後ろの面々ではどうでしょうか。そうです、あの後ろの方はですね、やはり大木選手がね、動きいいですよね、はい、そうですね、はい、うん、その辺が、はい、まあ、インコースからのスタートでね、チャンスありますよね。そうですね、あとは天気ですけれども、はい、明日は36度まで上がるということで、はい、今日とほぼ変わらないですね、うん、12時から18時までの降水確率が 30% となっています。はい、今日と同じぐらいですね、うん、そうですね、はい、まあ、どうやら明日も灼熱道路での戦いということになりそうですね、まあ、本当に今回炎天下で連日行われてきましたが、果たして灼熱の道路での優勝戦、誰の頭上にその栄冠が輝くのかご注目いただきたいと思います。明日も529チャンネルご覧の放送時間となっております。優勝戦どうぞ皆さんご期待いただきましょう。今日も解説は板橋さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。